三次鵜飼は、広島県三次市の鵜飼。現在では、毎年夏に、江の川水系毛来川で観光用にのみ、行われている。三次鵜飼の民族技術として、広島県指定無形民族文化財。一艘につき、6から8羽の鵜、それを操る、鵜匠、操船する舵子の三位一体からなる。用いる鵜は、茨城県石浜海岸で捕獲された海鵜。2015年時点で1羽のみ、白い鵜がいるが、現役引退しており、漁には参加しないが、シンボル的な存在として扱われている。試験的に2017年から川鵜も用いられている。三次鵜飼の特徴として、6.75 メートルと日本一長いとされる鵜をつなぐ手名は、軽枯船と呼ばれる、細くて長い形の鵜船、かがり火としてカーバイドランプが用いられていることが挙げられる。これは近代まで漁労鵜飼が行われていて漁獲高を上げるために改良が加えられてきた名残であり、長良川鵜飼など伝統として保護されてきた他の鵜飼と異なる。かがり火は松明、小柄、カーバイドとなった遍歴があり、カーバイドの光は遠く深くまでよく通るので手縄が長くなっていった。軽枯船は5枚の板でできており、幅は最大で約45センチメートル、鵜匠が立つ場所で約35センチメートルほどの細長い船である。さらに現在鵜飼が行われている地点は、毛来川と西条川の合流地点であるため、波が立つことから、操船は非常に難しい。こうした中で複数の操船法、鵜の飼育、訓練にも工夫が重ねられた。こうした技術は、父子相伝で現在まで伝わる。現役の鵜匠は3人、平成時代に先代からの代替を果たしており、2015年時点での平均年齢は国内の鵜匠グループの中で最も若い。装束は烏帽子に、両服、腰蓑と古式を着る。観光鵜飼が行われる水域三次、市東下市中、毛来川沿岸にある三次親水公園内に、鵜飼乗船場がある。そこを拠点として、下流側の水道橋から巴橋までの水域を、鵜船と遊覧船が並行しながら進む回遊式で行われている。運航開始となる毎年6月初旬には、川開きとして、三次鵜飼祭りが行われている。通説では、戦国時代に、毛利氏に敗れた尼越の落武者が、投を行っていたのが起源であるとされている。江戸時代に、入当地は、広島藩支藩の三次藩が治め、その初代藩主、浅野長春が、参勤交代の際に長良川鵜飼を見て、鵜匠制度を導入し保護した。三次鵜飼の原型はここで出来上がった。明治期に入り鵜匠制度が廃止されると、漁労鵜飼が発達していった。大正期に、三次の旅館や料亭が鵜匠を雇って、観光鵜飼を始めている。ただ漁労鵜飼は、採算、資金などの問題から次第に廃れていった。1930年代には十数人程度の鵜匠がいたという。1951年、水産資源保護法により、漁労鵜飼は禁止となり、完全に観光鵜飼に切り替えている。かつて範囲は、毛来川の他に、西白川旭橋付近から江の川、尾関山公園付近まで、広い川面で、漁労鵜飼としての名残として、鵜船と遊覧船を並行して下っていく川下り式で運営されていたが、1992年に現在の周遊式に切り替えている。また同年に三次市と姉妹都市提携を結んだ中国四川省雅安市から、その記念として白い鵜が寄贈されている。2015年、昔の技を今に伝えていることから、県内で初めて民族技術として指定された。ありがとうございます。